サイモン・ライトはイギリスのドラマー。有名なハードロックバンドをいくつも渡り歩き、AC、DC やディオなどのメンバーとして活躍した。ドラムは10代初めから演奏し始め、コージー・パウエル、トミー・アルドリッジ、ジョン・ボウナムから大きな影響を受けた。サイモン・ライトは地元マンチェスターでトラトラというバンドで演奏を始め、やがて1979年にギターのゲイリーを エンスが結成したマンチェスターを代表するノイズブームのスパーグループ A2Z に参加した。もともと A2Z は結成直後からマンチェスターで評判となり、折からのノイズブームブームに便乗しようとしていたポリドールレコードと契約することになった。1980年にはライブアルバムザ・ウィッチ・オブ・バークリーが出たが、その後1981年にベースとドラムが解雇され、 ライトが代わりのドラマーとして参加することになった。しかし、ライトの参加後は、シングル版、I am the one who loves you が出ただけで、結局バンドは1982年に解散してしまう。ライトは、ゲイリー・オーエンスと共にオーロラを経て、タイタンに参加した。タイタンは、デビューアルバム、ラフ・ジャスティスのレコーディングを行ったが、 このデビューアルバムがリリースされるのを待たず、1983年にバンドは解散してしまった。1983年、AC、DC はドラムのフィルラットを解雇し、ライトはその公認に採用された。1980年代半ば、ライトが在籍した時期に、AC、DC は3枚のアルバム、Fly, On the Wall, Fulmade Foo, Blow Up Your Video を制作した。 ライトは1989年にディオに移るため ACDC を脱退し、クリス・スレードがその後を埋めた。ライトはディオの仕事の合間にライアム・ジェイソンが離脱したライのバケットに参加し、1994年のサードアルバムペインを録音した。2007年にも再びこのバンドと共演し、アルバムザ・ハーデスト・タウンにフィーチャーされた。ライトが ディオに参加していた時期は、1990年から1991年と1998年以降の2つに分かれる。ディオでは、4枚のスタジオアルバム、ロック、アップザウジブス、マジカ、キリングザドラゴン、マスターオブザムーンと、2枚のライブアルバム、イービル・オア・ディバイン、常年の炎ホーリーライバーに参加している。ライトの演奏は、この他にも、UFO、 マイケル・シェンカーグループ、ジョン・ノーラムの作品で聴くことができる。2005年、ライトはヘビメタルを象徴するバンドである、アイアン・メイデンへのトリビュートアルバム、ナンバーズ・フロム・ザ・ビースト・アン・オール、スター・トリビュート・ツー・アイアン・メイデンに参加した。ライトがトリビュート版に参加するのは、1998年の AC、DC へのトリビュート、サンダーボルト、 エイトリビュート通営し DC 以来2回目だった。2008年9月11日、バグダッド北港のキャンプタジュで、右端がライト。2006年、ライトはビートルズの2008年9月、ライトはジョーリン・ターナー、フィル・スーザン、カルロス・カバー・ゾラと共にビッグノイズのプロジェクトとしてイラクとクウェートでのショーを行った。ライトは、 DW のコレクターズメイプルシリーズのドラムと、セイビアンのシンバルを使用している。詳細については、英語版ドラムキットを参照。ザスト・オン・ローゼズのレニは、AC、DC 加入前からのドラム仲間。それまでパブで演奏していたレニは、ライトの AC、DC 加入が本気でバンド活動をするきっかけとなった。AC、DC ディオ・ライのバケット・ジョン・ドーラム・モグ・ウェイ・ティム・オーエンズ、 ありがとうございます。